ホークスの先発は東浜です。その立ち上がりです。ワンアウトランナー一塁から、この岡島の当たりダブルプレーかなと思ったんですが、本田がなんとタイムリーエラー、ボールは点々と右中間、これでなんと一塁ランナーが三塁を回って生還いたします。打ったランナーは三塁へ、まあ、併殺と思われたのが、これは点を失ってちょっと東浜は気の毒な立ち上がり。なおもランナーが三塁一塁とチャンスの場面で打席は銀次です。これがセンター前痛烈な当たり、タイムリーとなりまして、さらに岡島を迎え入れて、これで2対0、2点先制の楽天です。さらに2回になります。その表2アウトランナー2塁から、後頭塩見から本田の当たりなんですがショートゴロ、ここは後続を断ち切ってゼロに抑えます。その裏の楽天はワンアウトランナーが1塁3塁です。藤田の打席の時、なんと4球目がワイルドピッチ、どうせずして貴重な追加点、3点目が入りました。バッテリー間にミスが出ました。その藤田、追い込まれた後だったんですが、完璧な当たりはライトスタンド、自らのパワーにびっくりという当たりは第2号のツーランホームラン、これでさらに2点追加で5対0とワンサイドの様相になっていきます。回は5回の表、ワンアウトランナー1塁から塩見のピッチング、冴えが続きまして 6-4-3、 俊足の本田に対しましてゲッツーが成立。この回も点を与えません。勝利投手の権利を得ます。5回の裏は東山に対しましてワンアウトフルベース、打席には西田だったんですがハーフスイング、これが取られてしまいます。三振、2アウトフルベースから島内は打たされてのファーストゴロ、絶好の追加点のチャンスだったんですが点を取ることができませんでした。ちょっと嫌な感じは残りました。6回の表のソフトバンク、塩見からランナー一塁二塁で怖いバッターの内川、ここはさすがです。右方向へのバッティング、3連打で1点を返しまして、これでリードの方は5対1、4点差となります。ここで塩見は早めの交代、本人は納得いってないようでありますが、自らにもちょっと悔しさをにじみ出させて、さらにその西田なんですが結局三振に倒れます。そして9回2アウトランナーが1塁3塁、マウンド上は4番手のファルゲンボーグ、ランナーは許しましたが最後のバッターピンチヒッターの明石、ライトフライでこれでゲームセット、これで5対1、楽天の連敗は3でストップ、そしてソフトバンクの連勝も6でストップしています。